はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の二次方程式の解と判別式丸4をお送りします。で、このシリーズね、4本目となりまして、前回の動画の4番これにあった問題の、似てる問題だね、A が入ってるやつを2問やっていきます。なんでね、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば今からね、両方解いていくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあまずね、早速1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずね、 A 定数とするときに次の二次方程式の解の種類を判別する問題なので、前回と同じように判別式からいきます。で、これは B が半分にできないので、D を使っていきましょう。で、これさ、 B がね、マイナスカッコ A マイナス8、この部分なんだけど、で、これ2乗するじゃん、 B の2乗って。で、2乗するからどうせこれマイナスプラスに変わってしまうので、これ無視しちゃうね、最初からね。つまりこれの2乗です。で、もう展開しちゃいましょう。 A の2乗マイナス 16A プラス 64、 B の2乗マイナス 4AC なので、マイナス 4×1 かける A だね。だからマイナス 4A となります。で、これ計算すると、こうなるんだよね。で、前回の動画、ここにあったね、4番の問題と何が違うかっていうと、二次式なんだよね、こっち。ね、前は一次式だったんですけど、A の。で、二次式になってる時は、まず因数分解意識してください。これ、因数分解できないかなって考える。で、実際できるんだよ。で、すると、これは、64だから16と4か。16と4と。で、こう因数分解しておきます、先に。のが楽だから。後でしても構わないんだけど。で、しておいて、前回と同じく D が正の時、イコール0の時、負の時と分けて書くと、答えはね。で、まず、これ、つまりどうなるかっていうと、今 D はこれでしょ？で、これ後で消しちゃうけどね。つまり今こういう、これを解きたいんだよ。で、これは数一の時にやった二次不等式の解き方。で、もし、これ、あれなんだっけと思う人は、ぜひですね、ちょっとめんどくさいんですけど、数1の62番の動画を見てください。それに詳しくやってる、ここ。で、こっち因数分解して、左側に口が開いたとき、つまり大なりのときね、はどう書くかっていうと、4と16です。答えとしては。で、答えが4と16なので、まず、小さい方の4より小さいとき。1個がね。で、もう1個が、16より大きい。この時ね、これ解くと。これになる。時に、あとは前回と一緒。D が正を解いてるから、異なる2つの実数解と。いいね、これはまず1つ目。で、次、前回これ負書いちゃったんですけど、次イコール0行こうかね、順番としては。D イコール0。つまり、ここがイコール0ね。で、これも普通に解くだけだから、A イコール4と16。この時、これは D イコール0を解いてるので、下でいっか。10回だよね。で、10回、カッコ、実数解と。で、これが2つ目。で、3つ目。最後は D が負の時だね。つまり、で、ちょっと重ねちゃったから一回消そうか。この時でしょ。で、これは因数分解こっちして、右側に口が開く。つまり、小なりの時ね。は、4と16で挟むと。ね。それがこの答え方だったんで、あれだね、隣のワンちゃんが泣いてるから、ちょっと、泣き声が入ってたらごめんね。で、この時に、D が負を解いてるから、異なる2つの虚数解。やることは同じなんだよね。D が正の時、イコール0の時、負の時。で、あとはね、ちょっとこの辺が変わるだけで。
ね、二次不等式のね、数字の時の知識が必要になるんで、ちょっと復習入ってますけど、まあ、こんな感じで解いてみてください。いいかな。これ決勝なんでまずいね。だから、判別式やった時に、まあ、A の2乗とか、ね、この二次式になったら、まず因数分解意識してください。いいね。まあ、こんな感じでやってもらって、じゃあ右側行きましょう。で、こっちもね、まあ、ごちゃごちゃしておりますが、同じです。やることは。で、まずね、判別式行くんですが、今回、B ここだよね。で、2が出てるから、これ半分にできます。つまり B' 2を取った A プラス1です。だから B' 使えるので、まあ、D' 4分の D だね。を使うことができる。で、D' って書いてたんですけど、やっぱりこうワークとか全部4分の D なので、ちょっと4分の D って書きますね。ただ、癖でね、どうしても D' って俺は書いてしまうので、途中で書いてたらごめんね。今まで意識はしますけど。で、こっちを使うと、B' の2乗なんで、これだね。この展開しちゃいましょう。ね、B' の2乗。で、マイナス AC だから、マイナス、あと1、かける、これだから、これにマイナス1かければいいんで、こうなるね。で、これを計算すると、こうなると。で、この後に、さっきも言ったように、まあ、二次式になってるから、よっしゃ、因数分解意識するぞって思うんですが、これ因数分解できないんですよ。これ。できないというか、こういう風に綺麗にならない。で、これね、因数分解できないとき、すんなり、ときには、平方完成をちょっとやってみてください。そうすると、うまくいくパターンがある。で、実は今回これでうまくいくんです。平方完成すると。で、平方完成もなんだっけと思う方は、数1の38番の動画見てください。平方完成の動画ありますんで、数1の38ね。で、平方完成をすると、これちょっと暗算でやっちゃいますね。これで合ってるかな？マイナス 2a でプラス2で、プラス1、合ってるね。こうなると。で、これ何が都合がいいか。実は、これですね。絶対負なんです、こいつ。つまり、さっきちょっと答えから後で説明するからね。これで、4分の d、つまり判別式やったら、負って分かっちゃったの。こっちは分かんなかったから、正の時、イコール0の時、負の時分けるんですけど、分かっちゃったの、負って。だから、答えは3つ書くのではなくて、負だから、これの答えは、異なる、2つの虚数解って分かっちゃうんです。こうやってね。さあ、でなんでこれが負かっていうと、これですね、この部分、ちょっと赤使っちゃうね。ここです。カッコ A-1 の2乗ってあるでしょ。これさ、2乗してるから当然プラスなんだよ。二乗って絶対プラスになるから。で、ここがプラスってことは、これマイナスがついたら、ちょっと伸ばすよ。ここまで来ると、絶対にマイナスでしょ。プラスのものにマイナスつけてるだけだから。で、マイナスのものに、マイナス3くっつけたって絶対マイナスじゃんか。だから、これ絶対マイナスって分かってしまう。いい？で、他の問題とかで、じゃあ例えば平方完成しました。そしたら、こんな風になりましたと。そしたら、これ絶対正になります。なぜかっていうと、さっきと同じ仕組みだね。2乗の部分。A-5 の2乗。これ、-5 とか来てるけど、2乗してる限りは絶対プラスなんです。で、プラスしてるものに、2を足したって絶対プラスでしょ。絶対マイナスにならないと。だからプラスってわかる。だからこうなってしまえば、異なる2つの実数解って書くことができます。いいかな。なのでこんな感じで、左のね、パターンのが有名ですけど、こういう風にもしすんなり因数分解ができなかったら平方完成してみてください。そうするとうまくいくパターンが出てくるので、こうやってね、ちょっと消しとくね。これ多分この場面だけ早く読みたかったね、えって思ってしまうと思うんで、ちょっと消しておきます。よし、といった感じでございます。では今回は高校数学数2の二次方程式の解と判別式丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、似たタイプの問題の人にあともう一問だけやりたいので、次回で多分一問しか取り上げないんですが、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。